はい、それではお時間になりましたので始めさせていただきます。皆様こんにちは。本日は滋賀県発酵産業成長プロジェクト発酵文化セミナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めます発酵文化推進機構の高橋です。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。まだまだコロナ禍ではございますが、本日お越しいただいた皆様は毎日発酵食品をお召し上がりいただいて免疫力が非常に高い方ばかりと伺っております。また、政府発表のイベント開催制限の範囲を超えていないということ、アルコール消毒や検温、ソーシャルディスタンスなどの感染予防対策を適切に実施していること、講座内での試食は行わないことなど感染対策を徹底することで今回の特別講演を開催する運びとなりました。ちょっと会場が暑いんですけれども、換気の徹底ということで窓を開けさせていただいております。お許しください。さて、今回の講演会は滋賀県にゆかりのある発酵学者小泉武夫先生をお迎えし、滋賀の未来を考える発酵で健康、滋賀の発酵食の魅力と題してご講演いただきます。大変興味深いお話も聞けると思いますので、80分という限られたお時間ですが発酵の魅力を存分にお楽しみください。また今回の講演趣旨ですが、滋賀県発酵産業成長促進化プロジェクトの一環として、滋賀県内の地域資源を活用した経済の活発化と県民の健康長寿に寄与することを目的としております。それではここで主催者を代表いたしまして、発酵アカデミー代表取締役鎌田亮よりご挨拶させていただきます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ご紹介いただきました発酵アカデミーの鎌田と申します。本日はですね、日本の発酵学の権威である、小泉武夫先生をお招きいたしまして、日本を代表する発酵圏、こちら滋賀県でですね、このような講演会を開催できるということを私非常に嬉しく思っております。でまた実は募集を開始いたしまして、すぐにいっぱいになりました。でその後もですね、キャンセル待ち、空きがないですかというお問い合わせもたくさんいただいている、そのような状況でこうやって開催することができたということに感謝申し上げたいと思います。またですね、本講演会は滋賀県の発酵産業プロジェクトの関連、事業ということで、滋賀県様にですね、多大なるご協力をいただいて開催をさせていただいております。で大変ご多忙な中、三日月知事も本日はお越しいただきましてですね、非常にありがたい、滋賀県の発酵に対する思いですね、これを県知事自らがこちらにご出席いただいて、私は非常に力強い味方だなと感じております。誠にありがとうございます。でまたですね、龍谷大学の方ですね、で草津キャンパスの方で発酵学を全都さんに教えておられる島先生も島教授ですね、お越しいただいております。合わせましてお電話しております。本日はですね、小泉先生が自ら、全国また世界を歩き回りですね、体験した実体験のお話、非常に興味深い話が多くあると思います。ぜひですね、今後の食生活や、発酵産業というところで生かしていただきたい、それが私の切なる思いでございます。非常に、コロナ禍で、苦しい時代ではありますが、もしかしたら発酵がですね、コロナに勝つヒントになるんじゃないか、そんなことももしかしたら小泉先生から今日聞けるかもしれません。最後になりますが、実はですね、今年の9月から発酵の学校を滋賀県で開催することが決定いたしました。でこれはですね、今まではずっと東京で開催してきましたが、初めて、東京を出まして開催となります。ぜひですね、発酵の魅力というものをもっともっと広げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は短い時間ですが、おそらく内容はものすごい深い内容になると思います。楽しんでください。簡単ですが、主催者のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。続きまして来賓を代表いたしまして、滋賀県知事三日月大蔵様よりご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは。ようこそ古国湖の国、そして発酵の国近江、滋賀県にお越しくださいました。今日は尊敬する親愛なる小泉武夫先生をお招きをいたしまして、このような講演会を催せること、大変光栄に、また心強く存ずるところでございます。今日ラフな格好ですいません。高島知事にで作った仮牛を着てまいりました。古国滋賀はですね、もう発酵文化にあふれています。そしてこの発酵の力で健康滋賀を作ろうということで、現在さまざまなプロジェクト、また研究会立ち上げて、研究勉強を進めているところであります。去年の秋に東京日本橋にあるここ滋賀というアンテナショップで小泉先生お越しいただきまして、徳山寿司さんで作っていただいた船寿司を食べながらですね、くつきの慣れ寿司のお話やら、立東の草平神社の話やら、まあ止まらなかったんですけれども、小泉先生とひとしきりお話をさせていただいた折に、ぜひ東京でやってる発酵の学校を滋賀でやろうと思うが三日月さんどうかと言われてですね、ぜひお願いしますと、もうお願いをさせていただいたところ、今日先ほど鎌田さんから発表の9月からやりましょうということになりました。早速小泉先生からはですね、発酵仮面じゃないですよ、発酵職員の奇跡という金帳をいただいてですね、ぜひさらに広げていこうじゃないかという、こういうお言葉もいただいたところでございます。ぜひ一緒に勉強しましょう。そしてコロナに負けない元気な免疫力のある、そういう体や社会を作っていこうじゃありませんか。大いに勉強することをお誓い申し上げ、一緒に頑張ることもお誓い申し上げて、簡単ですけどご挨拶をさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。それでは大変お待たせいたしました。いよいよ小泉先生の講演に移らせていただきます。本日のテーマは、滋賀の未来を考える、発酵で健康、滋賀の発酵食の魅力です。講演中も引き続きマスクの着用と会話はできるだけお控えいただきますようお願い申し上げます。また講演中は携帯電話の電源はマナーモードの設定を、また関係者の方以外の写真撮影や録画、録音等につきましては申し訳ございませんが、ご遠慮いただけますようお願い申し上げます。それでは小泉先生、大変お待たせいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。皆さん、こんにちは。どうも、三日月ありがとうございます。私は今マスクを取ったんですけど、これマスクを取っていいの、これだけ広いからどうぞ主催者の判断で結構ですということと、私はもう2度もう高齢者ですので打っておりまして、PCR 検査もしましたけど陰性でございますので、むしろここで、マスクを取らせて、お話をさせていただくのが私のリズムに合うものですから、そうさせていただきます。では早速、先ほどですね、三日月知事に、私本を一冊差し上げまして、そこに書いたことがですね、発酵長寿滋賀県という、私は発酵長寿の県というのを宣言してもいいんじゃないかと思うような、県なんですね。私ここの滋賀県とどういう関係があるかというと、今から15年も前に、当時経済、産業団の通勤経済企画長というのがありまして、そこの長官をしていた高原澄子さんという女性が今偉い方だったんですけど、この方が後ろに押していただきまして、これから発酵の時代だから、研究所とか地方に作ろうということになりました。そしてたまたまその時に滋賀県の知事さんが、それはいいことだということで滋賀県が仕組みをということになりまして、しかもその滋賀県も環境のいいところに
やろうじゃないかということで、それをですね、今の長浜市にあるヨゴというところに、日本発酵機構ヨゴ研究所という研究所を作りまして、そこの理事長が高原すみ子さん、当時経済企画庁長官でした。そこで滋賀県がそれを受け皿になって、稲本さんという知事だったと思いますけども、そこで始まったのが最初で、そこで私は滋賀県のですね、いろんな発酵のお話をして、そこで特に、今日北さんがお願いになるということでした。規則には、まあ、会長さん来ておりますけども、ここでですね、私は、今町で売られている統一銘柄の滋賀の海というのと胡蝶の舞という酒を指導しまして、その、銘柄も私が自分で付けた名前です。でそれぐらいに滋賀県に非常にゆかりがございまして、いろいろとお世話になった、わけでございます。でその時には、九州大学大阪大学、それからですね東北大学、それから東京農大、それから横浜国立大学、それから言いましたが東京水産大学という大学が全部そこに集まりまして、発酵学の先生方がそこで研究をしていた。約、10年近く研究所を持っていましたが、その後滋賀県が全部引き受けてくれるということになって、今になっております。で実はですね、皆さんにちょっと講演始まる前に、ご披露したいものがあります。これですね、驚くべきことに三日月大蔵知事が初付けした、初めて作ったうな寿司でございます。いや本当に美味しそうです。これ本当すごいなと思いましてね、このぐらいですね、知事さんは自分で自分の県 の, その伝統的な発酵食品を自分の手で作ったという方を初めてお会いさせていただいて、もう今日びっくりいたしました。これ私にですね、プレゼントなんですね。大変ありがとうございます。心が本当に嬉しく頂戴いたします。これぐらいこの県を愛するという知事さんは、県民の方々とっても幸せだと思います。さて早速でございます、これから、今日のテーマのお話を申し上げます。まず県の平均寿命のランキング、滋賀県が一番ですね、長野県と滋賀県あたりがすぐ上の方におりますけども、こういう状況で滋賀県というのは本当に長寿の県だということになっています。ただですね、食べ物がちょっと変わりますと非常に大きな問題が出てくる、それはですね、まずこれを見ていただくと、実はですね、コロナが始まる前の年ですね、この時の国民の医療費が42兆3644億円、国家予算が96兆円ですから、国家予算の 43% はなんと医療費で消えているという、こんなすごい国が日本なんですね今。でこれはなぜかと言いますと、高齢者社会によって非常に介護保険料とかそういうのが高くなっているところが一つと、今一つはですね、食生活が激変したんです。この30年間ぐらい前にものすごく、そのためにですね、生活習慣病がものすごく増えたんですね、そのための医療費が非常に高くなっている。ですからこれをですね、低くすれば地方自治体は非常に助かるということになる、こういう状況なんですね。そこでちょっと一つだけ、食生活が変わるとどれぐらい物事が変わるのかということをちょっとこれ見ますと、これは、2013年の全国都道府県別の平均寿命のランキングなんですね。これ見ますとですね、男性、滋賀県が2位にありますけども、ほとんど長野県と変わりません。男性を見ますと沖縄県がいないんですね。これ、沖縄はずっと下の方に来ています。30位ぐらい沖縄ですね。この辺が沖縄です。だからこんなに下がっちゃった沖縄は。
で、この時女性1番だったんです、沖縄が。3番目が女性だったんですね。ところがそれからですね、8年過ぎまして、沖縄は女性いなくなっちゃったんです。どこ行ったかというと、下から2番目ですね。あっという間の出来事なんです、沖縄は今。皆さん沖縄は長寿県だと思ってるけども、私は去年の4月まで琉球大学の客員教授で沖縄にもう14年間行ってましたけども、実は沖縄は今大変な問題を、基地の問題とかそんな問題だけじゃなくて、このですね、生活習慣病がものすごく増えてるってことですね。増えてるってことです。それはなぜかというと、やっぱり昭和20年に沖縄はアメリカ合衆国になってしまって、その時からものすごい肉食が始まっちゃった。ですから今沖縄っていうのは47都道府県の中で県民1人当たりの肉の消費量が一番多いんです。なぜかというと安いんです。なぜ安いかというと、沖縄にはいっぱい基地があるから、国がですね、それ の特別 の支援政策としてですね、生活物資をいろいろ支援してるわけですね。そのためにアメリカから入ってくる肉なんてものすごく安いわけですよ。だから缶詰がすごく安い、肉の缶詰が。そういうことで気楽にいっぱい食べてしまうわけですね。でそういう状況がありまして、ここで今日 の基本的な話をしておきます。これなんですね、問題は。沖縄はなぜそうなったかというと、沖縄というのは中国とすごく親しかったんです。この間残念ながら消失した首里城も中国のお仕事ですよね、形で。つまり中国では異色同源という食の思想が流行ってたんです。ところがですね、沖縄が中国から、同じ文化を持ってましたから、それも沖縄に来て薬食同源になったんですね。これどういう意味かっていうと、異食同源っていうのは病気になってからでは遅い、食べ物はお医者さんですということです。体の中にお医者さんを常に入れときなさいということですね。この沖縄に来ますと、病気になってからでは遅い、食べ物は薬ですという意味です。だから食べ物っていうのはいかに薬だということね。後で私滋賀県立大学で看護理学文化論という授業を持ったことがあるんです。でその時の話をしますけども、本当に滋賀県の人たちは薬食同源的ですね、調べてみました。つまり食べ物は薬だというような感覚を非常に持っている県民性が強いというのが滋賀県です。まあ、そういうことで、ここからいよいよ発酵の話になります。発酵って何だということなんですけども、これ一番上がですね、納豆菌なんです。これ納豆菌ですね。ちっちゃいんですよ。この創設みたいな大きさの長さどのぐらいかっていうと、だいたい 0.4 ミクロンですね。 1ミリメートル、これです。1センチの10分の1を1ミリって言うんですね。それの1千等分の1を1ミクロンって言うんですよ。それのまだ 0.4 ミクロンです。ですからそれはとてもとても見えません。顕微鏡で写したらこういうふうに見えるということですね。納豆、糸式納豆ありますね、ぬらぬらする、あの豆一粒に大体この納豆菌が700万匹ついてます。そんな世界なんです、ね。それからこれ次、この乳酸菌、これも納豆菌と同じぐらい大きいんですけども、これはチーズを作ったりヨーグルトを作ったり、それから漬物、ね、これを作ったりするわけ。ありがたいことです。それから一番下、これは酵母です。これ代表的な発酵菌ですよ。これ酵母です。でこういうような、レモンのような形してますね。こういうようなのが酵母、これはちょっと大きいんですけど、こういうふうにしてですね、めいめいな生き物を微生物っていうんですけど、発酵っていうのはこういう微生物の作用によって行うわけです。そこでですね、よくですね、発酵って腐ってんじゃないかという人がいるわけですね。そう、全然違うんです。腐ってるか腐ってないかっていうのは全く違う次元で、これちょっと見ましょう。ですね、左側の赤い方が発酵です。それから黒く書いてあるのが腐敗です。悪玉です。いけないことです。だから全く違うってことですね。善玉菌は、我々が没能的に言えば善玉菌、いいことをしてくれる菌は乳酸菌とか酢酸菌とか納豆菌とか麹菌とか酵母とか、こういうのがいっぱいいて、これがないと、例えば下から2番目の麹菌がないと、日本の味噌もできない、醤油もできない、みりんもできない、日本酒もできない、焼酎もできない、米酢もできないってことで、この
麹菌というのは大変な菌なんです。しかもこの麹菌というのは日本にしかいないんです。不思議でしょ、ねえ。この日本列島の北海道から九州までは黄色い麹菌って黄麹菌、沖縄にだけ黒麹菌ってのがいるんです。もう韓国とか朝鮮半島とかですね、中国とか東南アジアにも麹の酒があったり調味料あるけど、向こうは麹菌がいないからクモノスカフィっていうので作ってるんですね。そのためにですね、麹菌はなんとですね、今から20年前かな、大体ね、国菌、国の菌に指定されてます、国の菌、菌をですね、目に見えない生き物の菌をですね、国が指定するっていうのは日本だけなんですね。そういうふうにしてこちらの善玉菌を使った、これで穀物とか肉とか魚とか牛乳みたいなものに作用して嗜好品を作ってくれるのも発酵といえば、向こう側これはもう全く逆でですね、悪いことをするのには2つのグループがあるんですね。一つは病原菌、病気を引き起こす、それから今一つは腐敗菌、食べ物を腐らしてしまう、腐るだけじゃなくて毒素まで作ってしまうって、こんな恐ろしいのが、これは発酵ではないですよね。だからこっちは発酵じゃなくて腐敗、それから病気ということですから、全く発酵と腐ってるのと発酵とは全く違うものだということを考えて覚えてください。さて今日はですね、発酵食品の話ですね。で、発酵食品ってどんな性質を持ってるんだろうというところからちょっと見てみましょう。まず発酵させると腐りにくいということです。これ本当に腐りにくいですね、発酵すると。例えばですね、牛乳を今コップに入れておいて明日の朝まで表に出しておいたら、それ腐ってしまってですね、腐敗菌が来てプーンと匂いしてきて、飲んだら大変な食中毒を起こしてしまう。ね、ところがその牛乳に乳酸菌という菌を、さっきの善玉菌、これを植えるとブヨンブヨンとなってきて、できるのが何だとヨーグルトができます。ヨーグルトができるとほとんど腐りにくくなっちゃう、ね。それから大豆もね、煮たまま外を入れたら一晩で腐っちゃうよ、煮た大豆は。で、納豆にしてごらんなさい、全くその腐らないわけ。こういうふうにして非常にですね、腐りにくくなるわけです。これはですね、この鯉のなれ寿司、これ中国の長安族という人たちのなれ寿司ですね。鯉です、これは40年ものの鯉のなれ寿司ですね。この間 NHK で私のこの番組、これ私が実際に長安族に行って撮ってきた写真ですけども、40年もののなれ寿司と書いてあるんですよ。それからこの女の子の持ってるこのお肉の発酵したのは10年ものの、お肉のなれ寿司ですね。こういうふうにしてですね、なれ寿司っていうのは今あれですよ、滋賀県では地頃ぐらいで作る、それから鮎でも作りますよね。で、魚で作るっていうのは普通かもしれないけど、中国行くと肉のなれ寿司がいっぱいあります。美味しいですよ、肉のなれ寿司は。これどこにもやってないです、日本は。だから滋賀県は発酵王国だから、そのうち畜産部会なんかで一緒になって私も指導しますからね、肉のなれ寿司を作られたらとっても美味しい、こういうことをですね、これから滋賀県とともにやってみたいなと思ってますけども、とにかくそういうことです。これはですね、これは日本にもあるんですよ、ちゃんと。これはですね、和歌山県の新宮市というところ、そこにあるんですね、東の田原の茶屋、東方茶屋という江戸時代からの、料理屋さんのですね、サンマのなれ寿司の40年もの、サンマのなれ寿司の、ですね、30年ものですね。30年間サンマとご飯を発酵するともうペーストにしてしまうと何にもなくなってヨーグルトと同じ状態になるんだということです。だからこれは朽木村のサバ寿司です。これもですね、ものすごく長い間10年も15年も取っておくことができます。
つまり発酵させると腐りにくいというね、そういう特徴があるんだよという話をしました。それで発酵させるとですね、でそういうですね、特徴があるということが一番目、発酵食品の特徴ですね。腐りにくく保存性が高まる。次はですね、今日これからお話しするのが2番目です。非常に免疫効果が高まる、栄養成分が高い、これが2番目です。で3番目はですね、独特の香り、匂い、味覚成分がある。これ当然ですよね。発酵したものと発酵する前のものと比べてみてください。例えば牛乳の匂いとヨーグルト、チーズの匂いは全然違いますね。味も違うでしょ。大豆を煮ただけの大豆と納豆菌で、納豆を作った匂いとは全く違うし、成分はもう全く違うものになってしまいます。そういうふうにしてですね、味も匂いもそのものすごく、異なってくる。これが発酵食品の魅力の最大の魅力の一つですけどね。こういうものです。もう栄養が高まるし、匂いが非常に、味も匂いも良くなるという、こういうのが発酵食品の特徴ですね。それからこの下から2番目が実に重要なことです。これからこのね、4番目も滋賀県の発酵文化の一つの礎にしたらいいと思います。それは何かって言ったら、皆さん気が付かないようですけど、発酵食品は究極の自然食品である。添加物が何にもないんです。発酵食品は化学調味料を入れるとか何とか何にもないんです。発酵食品です、ね、そのまま食べちゃうで、砂糖を加えるわけじゃない、何にもしない。例えばどういうことかっていうと、あれですよね、甘酒、これから甘酒飲もうかって言うと、これ高知にね、米を一緒にしてお湯を入れて、あったかいところに入れて甘くなる、そのまま飲んでしまうし、それから、納豆だって納豆菌で増殖させた糸引き納豆をそのままつるつると食べちゃうし、味噌だって大豆、煮た大豆を潰して塩を加えて米麹を加えて発酵させて、それでそれを食べてしまうと、何の添加物がない。これ非常に今添加物で問題になっているところが食品が多いんですけども、これは全くない、発酵食品は。まあそれから文化性と歴史性が非常に高いというのが発酵食品。まあ、そういうことで今日はこの2番目をですね、中心にやってお話をしてまいりたい。発酵する、つまり微生物が関与すると本当にそんなにすごいのかということなんですけども、まず皆さんね、こう考えてください。発酵という現象がないと我々は手術ができないんですよ。と申しているかもしれません。発酵があるから初めて人間は100歳まで生ける道を開いたんです。それは何かって言ったら、抗生物質というのを聞いたことあると思いますけど、手術をする人は必ず抗生物質を注射するんですよ。しなかったら切ったとこから産んじゃって、これ肺炎になって死んじゃいますよ、ね、だからそこからすでにもう発酵というのは始まっているわけです。だから人間の健康にとって発酵というのはもう極めて密接な関係を持っているということですね。例えばこれ、こんな青カビっていうこういうカビがいるんですね。この青カビがですね、ペニシリンを作るカビですね。でペニシリン、この青カビを培養して、そこからペニシリンを取り出して、傷口に塗ったら、あっという間に腐敗菌がいなくなって治ってしまいますよね。それから大変な伝染病が起こったという時には何かというと、ストレプトマイシンという、ストレプトコッカスというカビをですね、培養するんですね。これが今発酵によって抗生物質を作っている工場の写真です。でこれが結晶状になってきたストレプトマイシンですね。こういうものがどんどんと発酵によって できてくるから、すごくですね、人間にとって寄与しているというわけです。例えばですね、身近な実験で私どもの実験をちょっとお見せしましょう。私どもはですね、大体840種類ぐらい の菌を全世界から集めています。カビですね。そのカビの中にですね、がん
細胞をやっつけるものがいるってことはある程度分かってきたんです。例えばキノコの中にはベータグルカンという物質を作るキノコがあって、それががん細胞をやっつけるんだなんてことはうすうす分かってたんだけども、キノコっていうのは遺伝的に言うとカビの仲間なんです。視床菌なんですね。胞子を作る。だからじゃあカビの中にもがんをやっつける菌がいるんじゃないかってことで、こういういろんな菌をですね、こういうとこからこういう菌を分離するわけです。そうするとですね、870ぐらいの菌の中からスクリーニング法っていう方法でやりますと、いくつか20ぐらいがん細胞を やっつけてくれるんじゃないかと思うそのあれですね、グルカンのグルカンという物質のバンドのところを全部抽出するわけです。培養して。で、それをネズミで実験するわけですね。そうすると、本当に発酵食品というのは、ガンをやっつけるということが分かるんですよ。ちょっと今お見せしますけどね。これがですね、実験用のネズミです。今、これどういうふうになっているかというと、これネズミにですね、ネズミのちょうどここの首のところです、ここです。ここから針をギュッと刺して、耳の脇のリンパのところですね、ここにがん細胞を今打ってるところです。そうするとですね、個体が小さいから10日後にはこういうふうに大きながんができます。これ、背中に背負ってるのはこれがんです。大きいですよね。それでそのがんの部分を切り取るわけです。そしてその大きさの目方を測るわけです。がん細胞の目方を。そうするとどのカビのを投与した時には一番がん細胞少ないかってことが分かるわけです。場合によっては全くがんが出なかったらこれは効くなということになるわけですね。まあ、こういうような実験をしますと、時間的にもあれですね、進みますとこれがそうですね。これはコントロールといって、どんな、あ、コントロールこちら。あ、これ。これほら、大きな癌があるでしょ。これは何にも投与してませんから、視床菌の培養液から分抽出した、セリフ、分離物質を投与してないから。で、投与してもほとんどの菌はまだ残ってます。ところがですね、S37 っていうのをちょっと見ますと劇的なんですけども、これはがん細胞がなくなっちゃってる。これそうです。というふうにですね、微生物の力っていうのはものすごくこういうふうにして、自分以外の細胞を殲滅しろという、そういうですね、遺伝子を持っているんです。どんな微生物でも。だからさっき発酵食品は腐りにくいって言ったでしょ。それはどんな微生物にも、そういうですね、遺伝子を持っていて、相手をやっつけてしまう物質を作ったり、そういうものを、そういうことをするわけですね。ですから、これ私が書いた中高新書の中高新書で、これ微生物字を書かせました。で、これはですね、中高という菌、中高という菌ね、この菌とそれを取り巻くこの菌は全く敵対関係にあるわけです。だからなんで腐らないかっていうと、発酵した食べ物はこの拮抗作用なんですね。中高菌は周りから攻めてきた菌にやられたら自分たち の存在はもう終わりになっちゃうでしょ、彼ら。だからそれではいけないから、子孫残さなきゃいかんわけだから、ここで相手を近づけなきゃ、近づけちゃダメなわけ。で、ここのところは近づき、こっちに来ちゃダメだよっていうものを中高菌がこう作ってるわけです。だから中に入り込めないわけです、この周りの菌は。ね、こういうようなことが発酵の中で起こっているという。だから、発酵食品というのは見えない
ものを作って、これ人間には全く作用しませんけども、こういうようなものがですね、あるんだということになるわけです。さてそこでですね、発酵食品というのは、さっきも言ったように需要競争がものすごく強いと言いますけど、この写真をちょっと絵を、この絵、この絵をよく見ますとね、江戸の甘酒売りなんですよ、これ。甘酒とか言ってたんでしょ。これよーく見てください。夏でしょ。ほら。夏の姿ですよ、半袖でね。江戸の甘酒売りって。なんで甘酒が夏の飲み物なんでしょう。もうこの中で、俳句をやる方おられるというか、私も俳句をやってますけども、俳句には必ず季語というのが必要ですね。調べて、今でもね、学研でもいいし、何でもいいし、から季語辞典で調べてみてください。甘酒って引くと、夏と出てきます。なんで夏なんだろう。甘酒ってのは冬飲むのかなと思ったら夏なんですね。これはね、とんでもないことが分かったんです。それどういうことかっていうとですね、甘酒は、夏飲むのは夏一番日本人は体力を消耗してたからです。これは私面白い実験をしたことなんです。全国からですね、北海道から沖縄まで私の発酵学の教室には毎年20人ぐらいの学生が集まってくるわけですね。その学生たちに宿題を出すんですよ。私の宿題は難しい宿題じゃなくて、田舎に帰ったらお寺行け、お寺に行って古いお寺に行って墓石を見つけてきて、江戸時代の没年月日を一人10サンプル取ってこいと。それだけでもう私の発酵学の宿題はおしまいです。そして子供たちが、学生たちが田舎に帰って古いお寺に行って、寛永何年何月何日この人没、元禄何年何月何日没、慶応何年何月何日没ってのは、それ一人 10サンプル持ってきて8年間やるとですね、400から500ぐらい集まるんですよ。それを全部統計的に並べ替えて処理するとですね、死んでる江戸時代の人たちの死んだ年月日がね、圧倒的に今の年、年でいうと7月8月9月なんです。つまり夏越せないんですね。そうするとですね、なぜかというとこれ栄養が非常に低くなかったし、もうだって江戸の平均というのは、日本人の平均年齢というのは42歳ですからね、平均寿命が。女の子が お嫁さんに行ったのは13歳ですから。だから人生が非常に短くなっている中で、その夏というのをこすったら大変。だって今でもこんなに医療技術が発達しているのにね、東京なんていうのは、熱中症で1日1000人も救急車で運ばれるって言うでしょ。だからそんな時代だから、江戸時代なら大変なことだったわけですよ。その時にね、一杯の甘酒がいかにすごいかってこと、これ調べてみますと、ものすごい甘酒売り上げが出てるんですね。しかもそれは、私が今度書く小説の中にも入ってくるんだけども、すっごく幕府がですね、それを支援して飲ませてるんですね。そういうような飲み物だったんです。それで皆さんね、甘酒って本当にすごいなって思うんですよ。それ甘酒の作り方、ちょっとこれ立派な発酵食品ですからね、言いますとね、蒸した米に麹菌を増殖して、ちょっとそれは米麹っていうんです。見たことあるでしょ、米の麹ね。米の麹に少しご飯を入れて、そしてそれにお湯を加えて、よく攪拌して一晩あったかいこたつの中に置いておくと、翌日は甘い飲み物ができますね。これが甘酒です。いいですね。ちょっと言っときますけど、お酒のカスをお湯で溶かして砂糖入れたのは甘酒じゃない、あれはカス湯というものですね。だからそれはこっちに置いておいて、本物の甘酒というのは米麹で作るんです。ほんでその米麹の甘酒を我々のところで今から20年前に分析したんです。驚くべきことが分かったんです。甘いのは全部ブドウ糖です。米のでんぷんが麹菌の糖化酵素によってブドウ糖になっちゃったから、ブドウ糖以外の糖入っていません。本当にブドウ糖甘いですね。20% ぐらい入ってるんですよ、ブドウ糖。
これがね、甘酒を分析して驚いたんです。ビタミン B1、B2、B6、パントテン酸、イノシトール、ビオチンなんて我々が一日に必要なビタミンがみんな甘酒の中に入ってるんですよ。なぜ入ってるかというと、麹菌が増殖するときにビタミンをいっぱい大量に作って米麹の中に置いていくわけです、ね、これはどうして人間のためにそんなことしてくれるのかって言ったら、これは人間のためにするんじゃない。あの米麹の中にビタミンをいっぱい麹菌が作っていくのは、自分で産んでいた子供たちがそこで元気に暮らせるように作ってるわけです、ね、自分たちの子孫のためにいっぱい栄養分を作ってるのが発酵食品なんです。これから今一つ、米の表面はどっちかというとタンパク質が多いんです。中に行くとでんぷんがどんどん入ってくるわけです。そうするとその表面に麹菌が入ると、麹菌はタンパク質分解酵素も持っているから、それを分解すると全て全部アミノ酸になっちゃうんですね。タンパク質が分解したらアミノ酸になるでしょ。そうするとですね、単に甘酒といってもこれはですね、まとめて考えるとビタミン、総合ビタミン溶液であり、ブドウ糖の溶液であり、総合アミノ酸の溶液なんですね。全てのアミノ酸が入ってますから、脂質アミノ酸も含めて。これ何かって言ったら、現代で言えばですね、手術して何にも食べれなくなった人、1ヶ月間、2ヶ月間食べなきゃいけないけど、食堂を取って食べれない、何してます？ここから点滴っていうのがあるわけね、栄養油滴っていうんだけど、点滴やるでしょ。あれはブドウ糖の溶液とビタミンの溶液とアミノ酸の溶液だけを、この3種類だけ入れてると思う。つまり甘酒を飲むと同じことなんですよ。だから江戸の人たちは夏、一番体力が少なくなった時、甘酒を飲んだんですよ。こういう構図ですね。だから私、これを今から20年前に NHK で発酵は力なりという人間講座という番組を2ヶ月ぐらい、初めて日本人の方々に発酵ってこういうものだということを教えたときに、一番最初に NHK のテキストにも書いてありますけれども、甘酒は飲む点滴であるというところから第1回目が始まっています。こうしたらその甘酒屋さんはもうこれ閉めたってわけで、小泉先生甘酒のことを言ってくれたからいいぞってんで、始まりまして、今なんとこの間日本経済新聞読んでたら、甘酒の市場がですね240億円になったってですね、随分すごい市場になったなと思ってびっくりしました。ほんでどこでもですね、私のこの NHK の、テキストをパクってですね、甘酒は飲む点滴であるってみんな甘酒屋が今書いてるんですね。いいことですね。いいこと、それで甘酒がみんな飲んでくれるんだから、まあそういうことでですね、もう発酵しただけでもこんなに違うんだってことですね。甘酒って一つ見ただけでもそんなに違うっていうことを皆さんまず見ていただいて、これからですね、これからですね、ちょっと滋賀県の話しましょう。これは船寿司ですね。なんといっても日本ではもうここしか作ってませんから、滋賀県しか、この濁る船はここしかいませんからね。これが滋賀県の、船寿司ね、もう本当に食の世界遺産にもらうべき食べ物だと私は思いますよ。そういうようなすごい食べ物が滋賀県にあります。それから滋賀県にはあとこういうふうにして鮎が取れますから、鮎寿司なんていうのもあるんですね。これ、まあ、とにかくこの船寿司の話をちょっとしましょう。ここにね、いろんなこと書いてあるんですけどね、ここのところに私がですね、ここちょっと滋賀県の、鯖街道のところの話を書いて、それから、日本発酵機構予後研究所の話をちょっと書いたんです。ここにね、
そこで実は船寿司を食べたらどんな保険的機能性があるかってことを調べて、毎日ライフって本に私連載してたんです。ああ、これは塩麹の研究所でやってたデータ取りですね。非常に面白いことが分かったんです。つまりどういうことかっていうと、長浜だとか、それからもうあれですよね、もちろん大津市もそうだし、高島もそうだし、牧野もそうだし、もうずーっと滋賀琵琶湖に ある市町村の、方からですね、60歳以上の、男女の方がこういう研究所で調査したんですよ。それでそれを毎日ライブって本に連載してた。発酵食品の素晴らしさはね、保険的機能性って発酵食品を食べたらこんな病気がならなくなったということを調査するあれですね、調べ物をやったわけです。でそれをまとめたんです、この研究所で。で面白いことがいっぱいある。例えばですね、こういう方が多かったですね。風邪をひいた時に船寿司をお湯に溶かして飲むと治っちゃったとかですね、下痢を非常に激しい下痢だったんだけど、寿司をつけた時の飯ですね、つけ飯、発酵したご飯、あれを湯に溶かして飲んだら治っちゃったとか、逆にですね、便秘がですねで苦しんでたんだけど治ってしまったとかですね。それから塩に多かったのが産後の日立ちですね、赤ちゃんを産んでどうも具合が悪いけども、ふらずし食べたらどんどん毎日元気になったとか、母乳の手が良くなったとか、そういうことがいっぱい調べから出てきたんです。でこれを毎日ライフの本に連載してましてね、でこの発酵食品というのはすごいこんなに力があるんだということを、したわけですね。ところがですね、私自身はすごい体験をしてるんです。これ本当にいろんなところで私これ書いてますし、これ私が本当にすごいことになった。それはね、今のね、長浜市に予防っていうところがあるんですよ。ね、予防っていうところに川波っていうところがあってね、そこにね、湖というね、民宿屋さんがあったんです。桐畑さんという人がやってる。すぐ予防の目の前ですね、民宿。ちょっと高台にある。で私は日本発酵機構予防研究所の所長の時代は5年間東京からですね通ってましたから、大体同日ぐらいは東京に戻りますけど、大体こう研究所にいたわけです。ここで泊まってたところがね、国民宿舎予防荘っていうところと、から今一つは桐畑さんのところの、湖という民宿、どっちか泊まってた。である時ですね、これ本当にすごい、これ私体験だ、体験者が語る。ある時ですね、12月でした。風邪ひいちゃったんですよ、珍しく私が。そしてですね、なんと38度6分、本当に。記録が残ってる。そんなすごい熱出たの私は初めてでしてね、顔は赤くなるしね、なんか耳がキューンっていうんですね。そうしてもって、もうあんま食欲はないし、いや、これは困ったなって言ったら、ここでフラフラしながら養護の研究所から湖の平畑さんのところに行ったんですよ。そしたらですね、平畑さんのご主人がね、なんだ先生風邪ひいたんですかって、これでそうなんだ35度越したんだよって言ったら、じゃあ俺治してあげるって言うんですよ、平畑さんが。薬でも持ってくるのかと思ったら、まあちょっと俺の言うこと先生やってごらんなさい、これ危険だと思うんですよ、この方法は。だけども彼はいつもこれで直してるって、どうしてるって言うから、部屋にね、私がいる部屋にね布団敷いて、ほんでそこにね枕元にね芝鉢を持ってきて、そこに五徳を入れてね、夜間でカン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 お湯を沸かして蒸気いっぱい立てるんですよ。そして私にですよ、30ほど越してる私にね風呂入れるんですよ。いやもうこれ大丈夫かなと思って、こんなになんじゃないかと思ったけど、まあ服よすぐ入ってきて戻ってきたら、どてらき削られて、船寿司をお湯で溶いて、ご飯と船寿司を、それぎゅーっと飲めって言うからもう飲んだ。それからとんでもない体の状態になってきましてね、信じられないほどの汗が出てくるんです。ボワーっ
ってもうぐっちょぐっちょでね、下着もおじさんから帰らないでからね。うん、それでもう暑いわ、部屋はもう蒸気だらけだわ、暑いわ、風呂入ってきたわ、こう船寿司飲んだわけで、内側から外側から暑くて、これは大変だと思っているうちに、もうやっぱりちょっと熱があって、体が消耗してたから、うとうとしてきたのね。で、翌日の朝、来たんですよ、本当に。下がったら、熱がないんです、冷たいんです。これね、本当に劇的な感冒の薬だと思ってね、それからというものは、私はね、東京にいても風邪気味かなって言ったら、うな寿司を冷凍庫に大切に取っておった、うな寿司。これを冷凍庫に入れてこうやると、本当に治ってしまう。これ私のね、体験ですもん。だからこういうことをね、私実はこの中国語の本にこれ書いてるんです。これすごいなって。これであのあれのね、滋賀県立大学で、看病語文化論という授業をちょっと手伝ってくれと言われて、ジョンという有名な先生が発行学の、ジョン先生に頼まれて講義をちょっと何回かやったことあるんですよ。その時にやっぱりこの琵琶湖を取り巻く発酵食品というのはすごいいっぱいものがあってね、大変なものでした。で、私ですね、朽木村には今高島市になっていますけど、大変な思い出があります。朽木はこれはね、これから皆さん絶対考えるべきです。滋賀県はそれは何かというと、朽木村はですね、サバ街道というのがあるんです、ね、小浜だとか、鶴のあたりから上がったサバをあそこの京都に持ってくるのにサバ街道を通るんですけど、ちょうど今頃なんですよ。サバが通過するのは冬のサバはね、あれですから、冬サバだから、サバ秋ですよ、あそこ秋から冬サバが一番おいしいと行くんですよ。朽木村の人たちはこれから言うサバの発酵食品を作るのは今なんです。今なぜ今かというと、今のサバはあんまり脂が乗ってないっていうんですね。彼らに言わせれば猫またぎだよっていうんだよね。その時サバの値段が一番低いんですって。今の夏のサバっていうのは秋から冬に行くと高くなってくる。一番その脂の少ない時のサバを朽木村が買ってくるわけですよ、農家。そしてそれでサバ寿司を作るんです。朽木村のサバ寿司とか有名ですもんね、サバ街道ので。それはですね、安いサバですから、経済的にも非常にいいわけです。それでサバ寿司を朽木村のサバ寿司ですけど、これ村で作ってるんです。どの村も、どの家もね、これ朽木村って書いてあるんですね。で、このサバ寿司で私なんですごいことになったかっていうと、今から言います。このね、朽木村のね、サバ寿司のコンテストがあったんですよ。朽木村商工会っていうのがあって、そこ主催で第1回朽木村サバ寿司コンテストって言ってですね、農家の一軒一軒、87軒でしたね、今でも覚えてる。87軒の農家が全部サバ寿司作るわけです。それを朽木村の体育館にね、こういう広いところにこういう作ったサバ寿司をレーッと並べて、それを一つずつ、私が審査委員長だから、日本の研究の長長だから、これ87全部口に入れてむにゃむにゃふふふなんてやりながら匂い嗅いで味を見て酸味を測ってって、私だけじゃないですよ、ちょっと養護の研究所の先生方いっぱい人こそあれ、私審査委員長で行ったわけ。いや、もうね、87のサバ寿司をね、匂い嗅ぎながら食べながらったら、もう途中でもう本当にうわーってぐらいにね、もう鼻は疲れる、頭は疲れる、舌も疲れる。だけど時々ね、お茶を飲みながらなんてやったの。もうね、午前の部で大体、絞り込んで午後の部で決心というのをやって、ここで1位はここだ、2位はここだと、さあ話はここからなんですよ。
滋賀県の方々ね、特にここを聞いてください。私はこれを見てとんでもないことを思い、実はですね、どの家のさば寿司も味と匂いが違うんです。これには驚いた。ほんで、あれ、これはイタリアのゴルゴンゾーラの匂いだな、あれ、これはイギリスのスティルトンというあの匂いだな、これはエピキュアかな、ああ、これはブルーかな、なんてことをこうずーっとやっていくと、本当にサバ寿司の香りが一軒一軒みんな違う。それなんで違うかっていうと、どの家にもサバ寿司なんで発酵してるかっていうと乳酸菌ですよね。どの家にもその家独特の家付きの乳酸菌がいるんですよ。その家にしかいない乳酸菌が、ね、それは何百年もその家に代々住んでるわけだから。だから漬物だってそうでしょ、そっちの隣の漬物とこっちの漬物全然違うでしょ、同じ大根漬けだって白菜漬けだって。つまり家付き菌菌がその朽木村の農家にみんないると。それが一つ。2番目、皆さんここなんだよ、私がこれから全体に注意して注目しなきゃいけないのは、それはですね、日本にはなんでチーズがなかったか。それは日本には酪農がなかったからだ。牛乳がなかったからです。特権階級にだけあったかもしれないけど、だからほらもう乳酸菌はいるけども牛乳がないからチーズも作れない、ね、ヨーグルトなんても作れない。ところが同じタンパク質、牛乳とタンパク質ですからね、同じタンパク質でこっちは四つ足のタンパク質だけど、こっちは魚のタンパク質、サバはね、そこに乳酸菌が来て発酵するでしょ。同じタンパク質で同じ乳酸菌で同じ匂いを作ってってことを考えたときに、私はですね、慣れ寿司イコールチーズと考えたんです。そして日本の研究所で朽木村からのサバ寿司から分離した乳酸菌でチーズを作ったんですよ。全く素晴らしいチーズができる。それから日本の輸入したチーズから分離した乳酸菌で朽木村の農家にお願いしてサバ寿司を作ってもらったら、全く同じサバ、いいサバ寿司ができるわけ。つまりどういうことかって言ったら、乳酸菌は同じなんですよ。乳酸菌というのはそこで発酵するときには植物性乳酸菌がいる、動物性乳酸菌がいるなんてのは嘘であって、乳酸菌というのはその環境によって増殖してきて特殊な発酵するわけ。だからこれからはですね、慣れ寿司、チーズという一つのカテゴリーの中で海外に輸出してごらんなさい。もうすごいですよ。というのは私の友達、私今クジのね、料理検証に制度の審査員やってるんですよ、農林水産省の。そこにはね、いろんなフランス料理の師匠も知ってるし、いろんな仲間がいますよ。彼らはですね、慣れ寿司をペーストにして、それでもってチーズ代わりにいろんなフランス料理作ったらもう抜群にうまいんだから、だからそういうふうにですね、サバ寿司だって、いや、ほら、朽木村の人たちのサバ寿司の考え方は偉いね。なぜかったら、一番油の少ない時にサバ寿司作らないとできないんです。冬のサバ寿司は油が多すぎて乳酸菌が発酵しにくいんですよ。そして油が多すぎるとものすごく匂いがおかしくなっちゃう。ところが朽木村の人たちはね、一番脂の乗らない猫畑の時のサバは安いからいいんだなんつってつけたけど、実は脂がないから余計いいんですよ。そういうことでね、滋賀県のね、僕はサバ寿司からねチーズの発想をね、浮かびましてね、これはね非常に僕は面白いことになるんじゃない、もっとこれを食品学的発酵学的にいろんな意味でこう持っていけば、本当に外国でね、もう負けないもの、もう外国でいろんなチーズを使った料理使ってますから、ちょっとね、変わった風味の料理が欲しいって言っても、絶対に私はね、サバ寿司とかフナ寿司なんてのはとてもいいもんだなということを痛感しておりますよ。そういうことを今、この本にね、書くことを
書いてあったわけですね。それから皆さん、キムチの話しますね。キムチ、なんだキムチはあれじゃないか、韓国の食べ物じゃないかということでしょう。ところが皆さんよく聞いてから、この中でですね、キムチがユネスコの無形文化遺産になったということを知ってる人手を挙げてください。誰もいない。いた、2人いた。えらい。実はですね、キムチはですね、3年前にアロハ発酵食品がユネスコの無形文化遺産になったんですよ。日本の和食と同じですよ。これはすごい話ですね。で、私はすぐに笑わないでくださいね。キムチの誘惑と本を書きに韓国に渡ったんです。これキムチの誘惑。そしたらですね、韓国にはですね、国立キムチ学校ってのがあるんだね。国立キムチ大学みたいなのが。びっくりしました。そこの農学部はですね、キムチのニンニクとか白菜だとかそういうものを作る作物学ですね。それからそこの キムチ学校はですね、あとは文化学部なんてのもあるんだけど、今一つは医学系です。キムチを食べるとなんで体にいいかっていうことを徹底的に研究してるんですよ。で、そこでですね、向こうのキムチ学校で発表しているキムチの効果をちょっとお話しします。まず一つは食欲更新。キムチは食欲出ますもんね。2番目はですね、風邪の予防。3番目はですね、ダイエット効果、カプサイシンでしょうね。4番目は強制競争、つまりキムチパワー。5番目が整腸作用、乳酸菌が多いですからね、便秘の解消。次、動脈硬化の予防、血栓の溶解。さあその次ね、抗がんと免疫活性っていうのが非常に今注目されてるんです、韓国では。で、その韓国ではですね、この間私鹿児島大学の先生を教授を今やってるんですけども、客員教授を。鹿児島大学に金さんっていうね、向こうの大学から来てる教授がいまして、この間ちょっと電話で話してたんです。韓国のキムチ情勢はどうですかって。そしたらですね、いやいや国主導でコロナ予防のためにキムチをいっぱい食べさせること始まりましたよって言うんですよ。はあ、なるほどなと思って、データも送りますかって言うから、キムさんからそのうちデータ来ると思ってさ、先週の話だ。ものすごいんですね、キムチのあれは免疫作用っていうのは。それで、そういうもんかと思っていたんですけども、実は皆さん、なんでこんな話するかというと、今ね、キムチが世界遺産になったでしょ。韓国からね、KBS っていうテレビ会社があるんです。日本で言えば NHK ですよ、ね、KBS。 そこからね、私のところにもう 2,3 回年に来るんです、相談に。日本のキムチの8割はキムチじゃないと、なんであれキムチって日本政府が許してるかって言って、発酵学者の先生に抗議するんですよ、私の声。うん、確かに彼らの言う通りだ。日本のキムチっていうのはですね、大半、まあ、90% 近いですね、ものすごく大きな漬物会社があるんですよ。その漬物会社が午前中にタンクローリーで、漬物会社に調味料会社がタンク料理でキムチ漬けの素っていうのを持ってるんですよ。そうすると漬物会社はもうすでに白菜切ったり大根切ったりして待ってて、その調味料がタンクでトラックで運ばれてきたのを漬けて、一夜漬けして袋に入れたのが今のキムチです、日本の。韓国のキムチ、私このキムチの誘惑って本を書きに行って韓国に行って驚いたんだけど、ものすごい発酵過程をして、キムチの誘惑と見たら分かるように、トンネルの中にまで穴掘ってそこでキムチを熟成したりね、ものすごいことやってるわけですよ。だから国の宝なんですよ、彼らにとってみては。それを日本みたいに一夜漬けでキムチっていう名前つけられちゃ困るって、先生
発行会社なんだから何とかしてくださいよって僕に来るわけですよ。だから、まあ、韓国の言う通りですと、文化は大切しなきゃならない。それで本物の気持ちを作って食べようっていうことを、今日鎌田先生がさっきここで挨拶しましたけど、鎌田先生と私今山梨県のですね、県の、農産物特産品のあれをしてですね、支援を。そこで、富士吉田というところで農家にですね、キムチを作らせて、キムチ専門のですね、先生をお願いしてつけて始まったら、いや本物のキムチなもんですからね、日本橋高島屋と新宿高島屋で出したらあっという間にキムチ売れちゃうんです、本物のキムチは。だから皆さんキムチ買うときによく後ろ見ると化学調味料だとか発色剤とかなんてみんな書いてありますよ。あれは日本のキムチだから、本物のキムチをね、滋賀県からキムチ王国を作ったらいいと。今ないんですよ、キムチがの名産地が。明太子があるよ、なんかそこで滋賀県も一部始まりましたよね、キムチの。これをね、どんどんもっとこう我々発酵の発酵をね、中心としたグループでどんどんやることがですね、いいと思いますね。昨日も実はですね、東京で発酵の学校が昨日も行われました。ちょうど日本橋の、三越っていうデパートの真ん前の、野村不動産の大きなビルの中に発酵の学校がありましてね、そこでやったんですよ。で昨日はね、講師にね、料理人で有名な分徳山の野崎博光さんが、発酵食品と料理っていう話を昨日してくれて、まあ、いろんなことを今やってるんですけども、昨日私のところに第3期生の女の人は卒業生が袋を持ってきていく、後輩の前に昨日受講に来た人たちの前にいろんな説明してあげたんですけども、もう発酵の学校出て自分たちの3期生の仲間で発酵食品の玉ねぎの発酵したものをあれを作ってね、ドレッシングを作って、発酵ドレッシングをそれを売るんですよっていうようなことで、昨日野崎先生にわざわざ相談に来たりね、そういうことでやってて、この発酵の学校を卒業した人っていうのはものすごくですね、もういろんなところで活躍し始めて、だから今度ですね、9月からここで発酵の学校っていうのをやると、後でまた発酵の学校のことを説明あると思いますけども、ここを5回かなんか来ると、この国からですね、これ我々の発酵の学校にしか認可されてないんですよ、発酵食品ソムリエという称号が与えられるんです。だからそういうこともあってですね、そういうグループでもね、少しキムチというものをね、今少し皆さん真剣にやった方が面白いんじゃないかと思いますね。大体にしてですね、和食ってことをちょっと考えてみますよね。和食、和食はですね、実は、6年前に世界遺産になったんですよ、ね。和食は世界遺産になったんですけど、これよく見てくださいね。和食っていうのは一汁一菜というのが基本なんです。一汁一菜っていうのは、それで
なぜかって言ったら、今皆さんよく一汁三菜ってことを言うでしょ、今はね。ところが和食の原点は一汁一菜なんです。これもう室町時代から。でこんなこと何で言うかというと、私は6年前に和食を世界遺産にユネスコに登録した時のユネスコの登録員だから。私、林義正さんが農林水産大臣をしてる時に私がその委員でやってたわけですよ。でその和食のことについてもものすごくみんなでアピールしてきたわけですけど、この和食はですね、本来は一汁一菜、これは何かというと、一汁っていうのはご飯と味噌汁という意味です。ご飯と味噌汁ね。それから一菜っていうのは実はね、おかずっていう意味です。だから和食が成立するためにはご飯と味噌汁が必要である。一汁一菜ね。ところがですね、そのおかずの一菜というのは、おかずの一菜というのはこれは何かって言ったら、こうのものなんです。漬物ね。この漬物で、表されるわけですね。ですから和食が成立するためにはご飯と味噌汁と漬物があれば和食は成立するんです。ということはこれどういうことかっていうとですね、どういうことかっていうと、和食が成立するためには2種類の発酵食品がないと成立できないってこと。なぜかったら味噌汁の味噌、漬物、これ発酵食品ですよ。そうすると我々和食っていうのはもうこの2つのものが非常に重要になってくるわけだから、これによってまあこの民族の食の基本というのができていくわけですが、これがみんな今こうどっか行ってしまって忘れられ始まっているわけですよね。これをですね、あ、分かった、実はなんでそんなこと言うかっていうと、これ私が考えた言葉ですけど、和食は免疫食事であるということです、ね、和食は免疫食事であるというのがもう最大の、世界一健康的なのは和食なんだということをこれは物語っているわけです。それはなぜかというとですね、和食というのはこの7つしか食ってないんですよ。これこれ和食のまず一つは根茎、土の中に入っているもの、いいですか、根茎。だからごぼうだ、ごぼうだとか自然薯だとかいろんな土の中に入っているものなんでしょう。 ああいうものね、芋だとか、それから菜っぱもの、小松菜とか、白菜だとかいろんなのがあります。それから生果、果物、それからトマト、きゅうり、それから春は山菜、秋はキノコ、それから大豆ですね、それから海藻、ひじきとか海苔とかわかめとか、これから穀物、米、そば、雑穀、麦、この7つなんですよ。肉なんて食えなかったんだ、今から100年前は。そして全部これね、上から共通するものを言うと、植物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 なんですよ。日本人っていうのはですね、この100年前までは地球上に現れた民族の中で最もベジタリアン、最も菜食主義者なんです、日本人。で私はですね、国立民族学博物館の大阪であるんですけども、そこにですね、石毛直道さんっていう有名な食文化論者が、館長の時に私は6年間ですね、共同研究員っていうので食と民族っていう研究をしてきたんですね。それから、酒と民族っていう、その中でいろんなことをこう、研究してきたら、日本人っていうのはこの7つしか食べてきてないわけです。
だからこれ全部何によってできてるかというと、これによってできてるんですよ。これ繊維によって全部繊維ですよ。だから繊維があるとすごくですね、いいことが起こるんです。例えば沖縄見てみましょう。沖縄はですね、肉ばっかり食べ始まりましたね。そうするとこれ肉タンパク質というのがこれあるわけです。これがどんどん体の中に入ってくるわけです。肉タンパク質が、まあ、タンパク質は肉だけじゃないですよ。大豆タンパク質というのもあるし、魚のタンパク質があるけども、全部構成されているアミノ酸が違うから、これは肉タンパクと考えてください。そうするとこの肉タンパクを基質にする空気中にはすごいいろんなのがいるんです、菌が。だからこの肉ばっかり食べてると、空気中からこの肉ばっかり食べてるところにすごい雑菌が入ってるんです。肉の好きな菌が。だとこういうとこピッと切って何もつけないで、あのバンドエイドもしなかったらジクジクしてくるでしょ。あれはもう菌がここに来て、もうここのところにで増殖して溶かして始まってるから痛いわけよね、あれ。まあ、そのうち免疫で治っちゃうけども、で結局そういうことで、空気中には ものすごく目に見えない悪性の菌がいるわけです。肉のとっても好きな菌が、それが気候にくっついて、これで他のものをいっぱい食べてると、そのうちその菌が他の食べ物と一緒に胃袋に入っていっちゃって、悪い菌が、悪性菌が。そして普通なら胃袋の胃酸でやられるんだけど、もうあのご飯粒の中にピュッとこう入っちゃって、ガードして腸まで行って、どん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 そこで増えてくると、宿主毎日毎日肉を食ってるから腸の悪性菌がどんどん増えていくわけですね。そうするとどういうことが起こるかというと、ほら肉アミノ酸がどんどん増えていく、体の中でアミノ酸になっちゃうから。そうするとこの悪性菌は酸化力が強いから、この水素を酸化して窒素を作るわけです。水素を酸化して水素を取って酸素をつけるわけです。これにそれを酸化って言うんですよ。そうするとほらあっという間に発がん性物質になっちゃうんですよ。だから沖縄であんなに多いその死亡率が上がってきたの、大半はね若い人なんですよ、ね、若い人が早く亡くなるから急激に平均寿命が下がるわけ、ね、それでその人たちは本当に直腸がんとか潰瘍性大腸炎とか腸やられてる、肉ばっかり食べてるから、そうじゃいけないのよ。こういう状況が起こるわけだから、そこで野菜をいっぱい食べると、日本の細菌学者の研究ですけども、悪性菌は野菜を吸収して、野菜の繊維は悪性菌を吸収して、大便で排出するけど、我々を守ってくれる腸内細菌とか微生物菌は、繊維に吸着せずに残るんだという、こういう模式図を発表したわけですよね。で結局だからこういうふうにしてから考えると、いかにですねこのあれを繊維食品をいっぱい取っていくか、それから今一つ、私は肉を食うななんて言ってないんです。近江牛なんてすごい美味しいでしょ。これは美味しい。私が言ってるのはですね、野菜と一緒に食べなさいってことです。だからすき焼きなんていうのは最も理想的な肉の食べ方なんですね。肉はこんな少ないけど、具はこんなのあるんだから、だからそういうふうにしてバランスのいい食べ方、これをやることは多い。だから逆に肉から取って摂取したタンパク質というのは非常にエネルギー活性が強いですからね。そういうことで肉ももちろん食べてください。もう肉をどんどん食べる人ってものすごく健康ってエネルギッシュな人多いですよ。必ずその人たち見ると野菜いっぱい食べてる、それからヨーグルトとか納豆毎日食べてますね、みんな。だからそういうバランスいい食べ方をされることはとてもいいということで、実はですね、皆さんに今一つトピックスをお話ししましょう。それはですね、まだ商品化されていないんだけども、これはね非常に面白い話だと思うんです。商品化できるか物価は別として、逆に言えばですね、滋賀県の県民食にしたらいいと。それは何かったら、ものすごいこのスタミナ食ですね。女子栄養大学という大学があるんです。とてもいい学校です。
その大学の食品成分表に何と書いてあるんだというと、ちょっとこれすごいですよ。肉のタンパク質、肉のタンパク質、和牛です。和牛のタンパク質は平均26から 27% って書いてあるね。あのあれで、女子、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、18% からあの 19%、 ごめんなさい、肉のタンパク質ね、18から 19%。 じゃあ大豆のタンパク質、16から 17%。 女子栄養大学の食品成分一覧、ほとんど同じですよ。だからさっきで表を見せた通り、日本人は肉食ってなかったのよ。あれ全部植物ばかりだったでしょ。あの中に一つだけ肉があったでしょ。大豆ですよ。大豆は日本人の肉なんです。だってタンパク質一緒なんだから。それを頭に入れてぼっとしとったらですね、私あのこういう本を書いたこと、3年ぐらい前ですけどね、井戸の健康食って本です。でこの本の中に書いたんだけども、何を書いたかっていうと、中山道ってとこがあるんですよ。江戸から東京の日本橋から京都に行くためには2つの道があるんです。一つは南側にコースで、東海道53線ですね。今一つは北回りコースで中山道です。日本橋から、板橋の成増を起点にして、これで上州に行って浅間の山の下を通って信州に入って、塩尻から下に行って、それでもって中津、あ、木曽福島からこと山に上がるわけだね。こんなとこですよと、もうつまもだとか落合軸だとか恵那だとか、あんなとこずっと通ってくるわけだから、そこの旗子の中に共通してスタミナ食が残ってた。信州大学の、図書館にその文書があって、それを見て私びっくりして今の本に書いたんだけど、 何だと思いますか。それはですね、すっごいスタミナ食で免疫食です。でそれ何かあったら、あの豆腐の味噌汁を作るんです。いいですか、豆腐の味噌汁を作るんです。でそれに糸引き納豆をトン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 と叩いて引き割りにするんです。それを豆腐の味噌汁にバーッと入れるわけです。でその上に油揚げの千切りをその上にバーッとかけるんです。そうするとこれどういうことになるかっていうと、さっき言ったでしょ、大豆イコール肉でしょ、タンパク質一緒なんだから。大豆は肉と、私なんてちっちゃい時おばあちゃんに、あ、豆腐は畑の肉なんだから食べろよなんて言われて食べてきた。もうそれとおりです。女子栄養大学のデータを見るとね、和牛は18から 19% タンパク質、それからあれが大豆がね、16から 17% って書いてるのほぼ同じですよね。今その考えですね、だから大豆イコール肉と考えるとですね、実はあの味噌汁は肉汁なんですよ。だってなぜかったら味噌は大豆でするんだから、大豆が肉なら味噌汁は肉でしょ、肉汁でしょ。それに豆腐入れるんだから肉汁に肉入れてるでしょ。それに納豆入れてるんですから肉汁に肉入れて肉入れてるでしょ。それに上に油がかけてんだから肉汁に肉入れて肉入れて肉入れてるでしょ。一つのあの味噌汁の中に4種類の肉が入ってるんだ。これをね、朝旅人が長瀬戸の旗子から出て、次の旗子に朝それを食べて、あのスタミナ味噌汁を食べて、次の旗子に行くとまた夕方疲れ取りにそれまた食べてというふうに、一日あの2杯食べてたっていう記憶が残ってるの。それで鹿児島大学の栄養学の先生に私はお願いしたんです。豆腐を具にしたあの味噌汁に納豆と、あのあれをあの油揚げにのせたそのスタミナ長津前道スタミナ食の有効タンパク質量はどれぐらいですか、計算してくれませんかって言ったら計算してくれたんで、驚くべきことにですね、これを1日朝と夜2杯飲んだら、現代の日本人が肉から摂取する有効タンパク質量よりも上だそうです。でこれを日本の今の肉でやってごらんなさいって言ってました、その先生。豚と鶏と牛と、あと何かいますかね、羊から入れましょうか。
これを毎日2、8日やってたら10日の間にね、コレステロールが定時までいっちゃうんだよ。だからこういうですね、江戸の発酵食品を基盤としたこういうスタミナ食があるってことはまだ誰も知らないんだよ、他の県の人たちは。だからこういうようなものでね、スタミナ県滋賀というこういうね、食生活の基盤を作っていったらいいんじゃないかと思うんですよ。青森県の三浦知事とよく親しくてですね、青森県がですね、すごくこう一番下なんですよ。小泉さん、なんとか委員会入ってくれって言うから、いや俺ちょっとって言って、今あんまり青森県は関係してないんですけども、これはですね、ぜひですね、滋賀県にね、こういういい話がこれから滋賀県でやるんだと。なんつったって三日月大蔵寺の方大好きですからね、今日くら寿司だから余計好きになっちゃいました。とにかくですね、そういうようにこれからですね、いろんなことで出てました、これ。ごめんなさいね、女子栄養大学、これ。ここです、生活生産、これ。和牛17から 18% ね。それで、ほら、大豆イコール牛肉とすれば、この方程式が成り立つわけ。大豆イコール肉とすれば、味噌汁は肉汁で、肉入れて、肉入れて、肉入れたと。でこういうそのスタミナ食をですね、滋賀県民が広報化、いろんなことでこうみんなに教えてやるということが、とってもいいことになるんじゃないかなと思いますね。だから私は滋賀県ではですね、漬物がとても多くて、私は講談社学術新書という本にですね、漬物大全という本を書いてあるんです。で、もう全ての日本の漬物の素晴らしさを書いてある中でですね、特に私好きなのがね、滋賀県の、もう昨日一昨日も実はね、あるお寺さんが私のところに送ってくれたんですが、白菜漬け、これはいいですね。もう本当にね、赤紫のきれいな天然美食ってないの、それにね、漬け方がとっても上手で、それでもって食べるとカリカリコリコリっていうのは、感覚が良くて、でもうあれはですね、もう本当に私はうまいなと思うんですけども、ああいう漬物っていうのは滋賀県っていうのは独特の漬物いっぱいありますからね、大根漬けにしてもらうにしても。漬物もこれから やっていった方がいいし、いろんなことでこの滋賀県には可能性がいっぱいあります。今ですね、豚のすねだとか牛のすねとか牛肉のあれで、醤油作りの研究を私どもやってます。肉醤油ですね、肉の醤油、これもですね、本当は難しくない。だって魚の醤油ができるんですから、肉の醤油ができないはずはない。でここはもう、近江牛の素晴らしいところですから、近江牛のですね、いろんな捨てるところまで発酵によって利用して、いけばですね、非常に面白いお醤油ができるし、むしろですね、肉醤を作ったら海外に輸出することができると思うんですね。非常に海外はイノシン酸の味覚文化を持っている、大豆、日本の醤油はあれですよ、大豆だからグルタミン酸の味覚なんで、肉で醤油作るとイノシン酸の味覚醤油になるから、ほらヨーロッパとかアメリカでは絶対売れる。そういうようなものもですね、この国でまだ日本ではそう大量にそういうことを開発してないので、そういうこともですね、やられたらとっても面白いと思いますし、今日は龍谷大学の島先生もおいでになられてるから、先生に指導も受けられて、私どもも一生懸命お手伝いしますので、滋賀県というのは本当に発酵文化だということを、ただその過去のね、いろんなデータだけじゃなくて、これから我々が滋賀県の発酵文化を新たに作っていこうじゃないかと、そういうような感覚で県民が一緒になっていけば幸いだと思います。私の講義はですね、何日ですか、ちょっと待ってください。
ちょうど3時半まで。あ、3時までだ。3時まで。皆さん、今日はですね、もう今日発酵の学校の特別バージョンで今日は発酵と健康というお話を申し上げました。まあ、半分は滋賀県のこれからの発酵の面白さをちょっと含めてお話申し上げましたけれども、これからですね、我々発酵の学校を、機会にして滋賀県といろいろとですね、私も過去、滋賀県に研究所を持っていたものとしてですね、いろんな意味でこれからまた教える協力をしたいと思いますので、よろしくお願い申します。どうも、ちーさん、ご清聴ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。発酵の学校も3時間ほどずっとお立ちになったまま、パワフルな講演を続けてらっしゃいます。やはり毎日、お味噌汁、お豆腐に、納豆に油揚げを入れたお味噌汁は毎日飲んでいらっしゃるということです。私も先生から聞いて、そのようなお味噌汁を飲んで、時々味を変えるためにそこに豆乳を入れたりとかしてます。これもお肉ですよね、先生ね。はい、皆さんもぜひ実行してみてください。小泉先生、ありがとうございました。それでは、冒頭主催者よりご案内させていただきました通り、9月からこちらの会場におきまして第5期発酵の学校を全12回の授業で開催させていただきます。皆様のお手元にパンフレットを置かせていただいております。この発酵の学校は小泉武夫校長をはじめ発酵界のスペシャリストを講師に招き、専門的研究データに基づいた講義や身近な発酵食品を用いた実用的な講義を通じて発酵食文化の啓発推進リーダーの育成を目的として始めました。全12回の全てを受講していただいた方には、発酵文化推進機構公認の発酵食品ソムリエの認定証を授与しております。ちょっと認定証を写せますでしょうか。はい、また、発酵食品ソムリエバッジ等も、お配りしております。写ってますか。はい、こちらの認定証ですね、発酵文化推進機構公認となります。実はこちら2018年4月より始めさせていただいたんですが、第1期から第4期まで、ただいま東京では第4期の授業真っただ中ではございますが、東京日本橋にて発酵の学校を開催しております。北は北海道から、南は沖縄からの参加者もおり、募集をかけるとほぼ初日で席が埋まってしまうという盛況ぶりで、改めて発酵に関心を持たれている方の多さを実感いたしております。そして翌年からユーキャンという皆様もよくご存知の通信教育講座を始めました。なんと今では全国に発酵食品ソムリエ認定者が4599名もいらっしゃいます。そしてまだまだ増殖中でございます。本当に我々も反響の凄さに驚いております。さらに今回の滋賀県での開催により、また新たに発酵食品ソムリエの認定者が生まれ、滋賀県の発酵食品の魅力を全国に広めていってくださることでしょう。募集要項につきましては、こちらもお手元にお配りしておりますパンフレット、7月21日水曜日より来週ですね、お電話でのお申し込みとさせていただきます。周囲の方にご興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひお声掛けしていただきたいなと思います。先着順で70名の定員になり次第終了とさせていただきます。皆様自身でももちろん結構ですし、ぜひ周りの方にお声掛けいただけたら幸いでございます。パンフレット十分に準備してございますので、お帰りの際にぜひ、受付のところでお持ち帰りいただければと存じます。あと最後に一つご案内がございます。先ほど、三日月知事もご紹介していただきましたが、久野さん、置いてもらっていいですか。なんと3日前に発売されました小泉武夫先生の近所、最終結論発酵食品の奇跡が、7月15日文藝春秋より出版されました。小泉先生の半世紀にわたっての発酵食品のコレクションの中から
ベスト17を選出し、その発酵食品との出会いから魅力まで発酵のうちもたくさん詰まった臭くてうまい発酵食品のベストセレクションを紹介しております。残念ながらこちらの会場では販売しておりませんが、ぜひ皆様書店やインターネットで見つけてみてください。小泉先生からもぜひこの本で発酵食品の魅力を楽しんでいただきたいというメッセージを受け止まっております。はい、それでは、以上をもちまして滋賀県発酵産業成長プロジェクト発酵文化セミナーを、終了させていただきます。小泉先生ありがとうございました。三ヶ月知事最後までありがとうございました。ありがとうございます。皆様ぜひ発酵の発酵で大学でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。お忘れ物のないよう気をつけてお帰りくださいませ。お出口が大変混みの可能性がございますので、ある程度距離を取ってご退出いただきますようお願い申し上げます。ぜひお出口にある発酵の格好のパンフレットもお持ち帰りいただけることと存じます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様です。